はい、皆さんこんにちは、アクアレノンです。今日もね、アクアレノリウムのお時間がやってまいりました。今回は120センチポリプ水槽にいるダトニオプラスワンが2匹今いるんですけれども、このダトニオプラスワンのね、あるあるをね、言っていこうかなと思っております。まあこの2匹ともね、ダトニオプラスワンなんですけど、まあ性格とかもね、その大きさも多少違うんで、まあ小さい方と大きい方両方見ながら、それぞれのね、特徴とかも含めつつ、まあダトニオプラスワン、この2匹のあるあるですね、これを語っていこうと思います。それではどうぞ。はい、今回はね、ダトニオプラスワンあるあるということなんですけど、ちょっと簡単にね、この2匹の紹介、自己紹介していきたいと思います。今左にいるね、大きい方、この大きい方が後から買ったんですけど、大きさは大きいんですね。で、この小さい方は先に買って、うちに先に飼育してるんですけど、小さいんですね。まあ、これは単純に買った時のサイズが違ったのでっていうことです。これ、ダトニオの動画でね、他の動画でしっかり、アップしてる動画で喋ってるので、そこも見てない方は、それぞれ大きい方と小さい方、確か動画でアップしてると思うので、それぞれぜひ視聴してみてください。で、まあ見た目の点で言うとね、この2匹大きさだけでなくてね、ちょっと違いがあるんですけど、この大きい方が、そのバンドがこう、二股に分かれてるの分かります？今映ってる大きい方。これ二つにね、黒いバンドが分かれてるタイプみたいです。もう一方側もね、二つに分かれてるんですけど、これをなんとかなんか20バンド、なんとかバンドっていうらしいんですけど、ちょっとまあその辺あんまり詳しくないんで分かんないんですけど、大きい方はこの黒いバンドが縞模様のね、この特徴のダトニオの特徴の縞模様のバンドが2本分かれてると。で、この小さい方の特徴としては、片方のバンドは普通にダトニオプラスワンで説明してるんですけど、普通のダトニオよりこの黒いバンドが1本多いからダトニオプラスワンって名前なんですけど、この小さい方ってね、変速どっちだったっけな、左今映ってる方かな、ちょっと忘れちゃったんですけど、どっちかがリアルバンドって言って、元々のダトニオのプラスワンじゃない方、バンドが1本普通に少ない方の数なんですよ。で、もう一個の変速、もう一個のっていうか、もう片方側のバンドに関しては、ちゃんとダトニオプラスワンの名前の通り、一本バンドが多いと。こっち側かな、多いのが。だから変速リアルバンドっていうらしいですね、そういうダトニオは。まあ、完全リアルバンドのダトニオっていうのは、もうプラスワン、ダトニオプラスワンより全然お値段が高いっていうのがあるんですけど、まあ、自分なんかはね、このバンドの数が違うだけでね、そんな高価なね、ダトニオを買おうっていう気はさらさらないんで、ダトニオプラスワンもね、全然魅力的な魚だし、あんまり別に バンドの数以外そんなに、本ダトニオって言うんですけど、あんまり変わらないと思ってるので、まあ、特に気にはしてないですね。まあ、ダトニオプラスワンあるあるの、として言えば、まあ、ダトニオプラスワンは本ダトニオより、この帯、黒の縦縞じゃない、横縞なのかな、これ。黒の帯が1本多いので、ダトニオプラスワンっていう名前がついている。これがまず最初のあるあるっていうか分かんないですけど、あるあるですね。で、今ね、この2匹見てて分かるように、ダトニオプラスワン、ね、まあ、ダトニオ、本ダトニオとか他の種類はちょっと全然分からないので、ダトニオプラスワンとして言いますけど、この、なんだろう、泳がないんですよ、あんまり。わかります？もう、代表的にこう、ずっと泳いでる魚って、アロワナだと思うんですけど、それと対照的に、その、まあ、ナマズとかね、夜行性のポリプテルスとかは、こうやって泳がないんです。泳がないで、こう、そこにいること多いんですけど、結構このダトニオなんかは、割と普通に、泳ぐ、体型してるじゃないですか、泳ぎそうな。でも泳ぎはもちろん速いんですよ、素早いんですけど、こうやってふわ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 漂っている感じの時が多くて、
なんか頻繁にこう泳がないんですよね。だからこういう一箇所でこうじっとしてるわけじゃないんですけど、ずっと漂ってるみたいな、この辺がね、ちょっと私の勝手な見解かもしれないですけど、これ小さい方も大きい方もそうなんですけど、餌の時だけすごい、まあ、餌あるあるで言いますけどね、すごい勢いでこう浮上性の餌をねバーって素早く上まで行って食べに行くんですけど、それ以外はこうふわ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 こうやってなんだろう、漂っていると、まあ、これがあるあるですかね、2個目のね。で次のあるあるなんですけど、ちょうどね今餌食いのちょうど映像流れてるんで、餌食いあるあるなんですけど、ダトニオの餌食いはほんと特徴的で、まあその見たまんま私今言いますけど、こうじーっと獲物、まあ生き餌だったら獲物になるんですけど、人工餌でも、人工餌をね、こう今浮上性の人工餌が上にあるんですけど、ずっと見てるんですけど、すぐ行かないんですよ。他の魚は気づいたらすぐバーンって行くんですけど、ずっとそのね、食べようとしている標的、ね、標的をじーっと見て、じーっと見て、行くか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 ないみたいな。行くか、もうそろそろ行くだろう行くだろう行くだろう、あ、行かないみたいな感じの食べ方するんですよ。で、なんだもう行かないのか、行かないのかよ、とか思ってる頃にいきなり、ドンって行くんですよ。これね、すっごい下手くそな説明で申し訳ないんですけど、もうそのままを表現したんですよ、私。もう見ててね、もう餌あるって気づいてるのに絶対すぐ行かないんですよ。でもうギリギリまで登ってって途中でストップするみたいな、ストップ&ゴーみたいな動きで餌を食べると、これがもうダトニオのね特徴、餌食いあるあるっていうか、まあ、人工餌でも同じなんで、生き餌とかの場合、生き餌ね、まだこのダトニオ来てからね与えてないんでね、生き餌の時どんな感じで食べるのかでちょっとそれもね見たいですけど、池江さん時もね、池江さん時はね待ち伏せ型だった気がするな。前ダトニオ飼ってた時にね、池江さんもう与えてた時あったんで、結構目の前来たやつをバンってこう食べるような感じだった記憶がありますね。そうで、食べ方も特徴がすごいあって、結構口大きいんですけど、なんか口がなんか伸びるんですよ、うまく言えないですけど、口がボンって伸びて、でも水面近くの餌なんかは食べるときにもうバンって音がするんですよ。で今この2匹まだ小さいですけど、大きい方でも20センチぐらいで、小さい方15センチぐらい、15センチないぐらいなんですけど、それでも結構ボンって音を立て食べるところがね、すげえ迫力あってかっこいいっていうか、迫力豪快。これがね30センチの個体とか30センチ超えてる個体になってくると、餌食いの時の音がもう他のアクアリストさんのね、アクアユーチューバーの方の動画とかで食べる音とか見たことあるんですけど、すごいですよ、音、ボンって。それがね、かっこいいんですよね。だからダトニオってね、なんか、こんな感じなんですけど、性格もちょっと挙動不審だし、まあ、今もうどんどんあるあるいっちゃってますけど、実際ね、動きとかも挙動不審で、性格も挙動不審なんですけど、こうやって食べ方とかが豪快だし、音が出る食べ方みたいなね、なんか変な魅力があるんですよね。もうだからあるあるいっぱいありすぎてね、なんか今まとめきれなくて適当になってきちゃってますけど、そう、挙動不審っていうのもあるあるですね、動きが。あとはない、もう神経質、めちゃくちゃ神経質です。幼魚の頃なんか特に神経質ですね。大きくなるとね、そういうのが薄れてくるって言われてますけど。で、まあ、挙動不審なんですけど、喧嘩は強いんですよ。なのでね、不思議な魅力を持った魚だと思います。ちょっと最初に言わなきゃいけないあるある言い忘れたんですけど、もうこれが一番です。ダトニオは成長がめちゃくちゃ遅い。これです。今回ダトニオあるあるご視聴ありがとうございました。ごきげんよう。チャンネル登録もよろしくお願いします。